フアナ二世は、ナバラ王国の女王。ナバラ王でもあったフランス王ルイ十世と最初の王妃、マルグリット・ド・ブルゴーニュの長女。フランス五名、ジャンヌ。1316年にルイ十世が死去し、その死後に誕生したイボテー、ジャン一世も在位数日で溶接した。しかしフアナは本当にルイ十世の王女か疑問があるとされ、サリカ法根拠に王位から退けられ、 おじのフィリップ5世、ついで、シャルル4世が即位した。シャルル4世は1328年に死去したが、シャルルから、フランス王位を継いだバロア家のフィリップ6世は、ナバラ王家の血を引いておらず、フランスとナバラの同訓連合は解消された。フアナは、フランス王位継承権の放棄、ナバラ王が兼ねていたシャンパーニューの領地の譲渡と、引き換えに、ナバラ王位、アングレーム白くらい、 モルタン・ハククライ、ロングビル・ハクイを受け取った及び、アスニエール・シュール・イコール・ワーズと交換され、アングレーム・ハクリは、王の長身カルロス・デラ・セルダに与えられ、そのことが息子カルロス・アクニ号によるデラ・セルダの暗殺につながったとも言われる。彼女自身は、フランス王位につくことはなかったものの、子孫のナバラ王・エンリケ3世は1589年に、フランス王・アンリ4世として即位し、 フランスとナバラは再び同訓連合となる。フアナ2世は、父の重邸にあたる夫フェリペ3世と共に、共同統治を行った。フェリペは、フィリップ3世の三男ルイデブルーの息子として、エブルー白領を相続し、夫婦は、ノルマンディ地方やシャンパーニュ地方といったフランス北部に、広い領地を持った。フェリペ3世は1343年に死去。 フアナは1349年に死去し、ナバラ王位及びエブルー白衣は息子カルロス2世が継承した。フェリプ3世との間には8人の子供が生まれた。ありがとうございます。